今回桜のような僕の恋人でハルト役を務めさせていただきました中島健人です。美咲役の松本穂香です。今日は僕たち二人でシーンを見ながら桜のような僕の恋人の撮影での舞台裏を語っていきたいと思います。はい、このやっぱ美咲さんのさ振り向いた時の微笑みがいいよね、うんうん、いい予告でもやっぱ使われてるけどさ、うん、予告でも使われてるね。撮らないんですか写真。ああ有明さんは有明さんはどうして美容師になろうと思ったんですか。ああそれはですね魔法が使えるからです。魔法実は私テンパなんです。小学生の頃はクルクルって呼ばれるくらい、それがもうめちゃくちゃコンプレックスで、けど中3の夏に綾乃さん、あ、兄の彼女さんなんですけど、綾乃さんが美容室に連れてってくれて初めてストレートパーマをかけたんです。そしたらさっきまで悩んでたことが嘘みたいに髪の毛がまっすぐになったんです。鏡の中に映った自分の姿を見て涙が出そうになるほど感動して、なんかこのシーンの撮影すごい監督の演出がたくさん入ったなっていうのは覚えてる。私はもう喜劇のようにみたいな、もうコメディみたいな、はいはいはい、ここはもう舞台だと思ってくださいみたいな感じで、うんうんうん、朝倉さんはどうしてカメラマンに。ああカメラマンじゃないんです。僕は有明さんに嘘をついてました。でも本気でカメラマンを目指してたのは本当です。才能だってあるって信じてました。でもいつも怒られたばかりで仕事もろくにできなくて自信もなくして逃げ出したんです。だからどれくらい天然でここまで言ってるのかとか、うん、どれくらいその嘘ついてごめんなさいの気持ちで言ってるのかとか、うん、なんかその中間をついてくれみたいなところだったから、なんか表情もさどん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 自分がプランしてた表情じゃなくて、うん、もうその場にいるだけって感覚に途中から変わったんだよね。なんかポケーとしてるよね春人くんってここねそこがいいんだね。ここをしっかり巻き締めて、うん、ピント合ってます。あ、うん、多分いるよ、うん、なんか引きで結構長い回しみたいなして、うん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 、2人だけだったりしたからまた本当に意識してなかったよね。わ、はいはい、かる、うん、俺の感覚で言うとカメラがもう見えなかった。わかるわかる日陰の中から光が当たるお花を撮るんです。そう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 これは結構撮影後半本当最後の方に撮った、うんうんシーンだよね。そうだね。なんか初日かなんかにこれのリハーサルみたいなしなかった？やったやった。公演行ってやった。初日にやったね。初日にやった、うん、でもやっぱり最初の方で行った時の気持ちとやっぱ撮影後半でいざこのシーンってなった時の気持ちが全然違ったから。わかるわかるね。なんかいい意味でさ、うん、完全に役が抜けたというかさ、なんていうの、染み込んじゃってるからそうだ、ね、なんか作ろうとする意識が抜けたんだよね。そうだね。美咲さんと2ヶ月撮影してなかったら、うん、結構生まれないものだと俺思ってて、うん、初日にこれやってたら絶対また違うものになってたと思う、ね、なんか覚えてるもんこのシーン。覚えてる。楽しかったね。楽しかった、うん、なんかひたすらにやっぱりハルトと美咲としてなんか恋愛してきたっていう時間が、うん、やっぱり自分たちにとってすごく大切な時間だったから、うん、なんかその人を思う気持ちみたいなものが、うん、なんかこの世界中に届けばいいなって個人的には思ってるな。そうですね。すごい大切なものになったから、うん、その温度が皆さんにもきっと伝わるんじゃないかなと思います。そうだね。桜のような僕の恋人は Netflix で配信中です。ぜひご覧ください。